ラのおいちゃんです。今日はピアノトリオをお聞かせします。お待ちください。はい、ちょっと始まってますけども、ちょっと変わってるんですこの人ね。それほど枚数持ってるわけじゃないんですけども、今日お届けするのはこちらです。はい、ヒアリ・フィニアス、ここに書いてありますね。 The Piano Artistry of Phineas Newborn Jr.はい、今日の主人公はこの人です。フィニアス・ニューボン・ジュニアというピアニストです。彼のデビューレコードになります。はい、で今お届けしている曲はスタンダードで有名な All the things you are という曲です。はい、今ずっとこれピアノソロでやってますけど、途中からベースとドラムが入ってきますけども、ちょっとこのソロも長いんですけれども、私はこれに惹かれるんですね。非常にそんなにレコード棚から頻繁には出さないんですけども、時々聴きたくなるレコードの一つなんですね。それとこの All the things you are という曲は私が大好きなもんですから、その中でも非常に何て言いますか、普通じゃないなと、演奏がですね、よくありがちな All the things you are と違うものですから、非常により好きになってしまっている曲です。はい、でメンバーはですね、ドラムがケニー・クラーク、ベースがオスカー・ペティフォードという、もうハードバップバリバリ、もうビバップの頃からのサイドメンです。彼は50年代の半ばぐらいからやってて、これが59年ですかね、録音がですね。はいはい、という曲です。でここから彼は神経障害に陥るんですね。それが結構彼にとって非常に苦しかった。今ここからテンポが変わりましたよね。ここが有名な、このどの All the things you are もそうなんですけど、調子が変わってくるところが非常にかっこいい曲なんです。これは、はいはい、といっても今日ちょっと長いので途中で終わってしまいますけども、とにかくこれは私の、そうですね、時々聴きたくなる、とにかく時々出して聴きたくなるレコードなんですね。他の曲もスタンダードいっぱいやってるんですけども、このピアノの何て言いますかね、水面を石がポン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 とかですね、そんな感じのサウンドですよね。これが他のピアニストにはない、非常に惹かれるんですね、なぜか。はい、といったことで今日はフィニアス・ニューボン・ジュニアの弾く All the things you are をお聴きいただきました。バリエラのおいちゃんでした。ジャズはいいよ。